はい、今日はですね、新しく募集を開始したアパートハイツ小道ですね、なんと2万円台で鉄筋コンクリートで、かつ、来春からですねインターネット使い放題導入予定をしています。また新品のですね家電もついています。冷蔵庫、洗濯機、あとは電子レンジですね。あとエアコンも新しく買いました。今ちょっとアパートまで向かっています。歩いて約3分ですね。ちょっと車なので、アパートまで行った後はですね、いかに便利かってことをお伝えするために、簡単にですね街のご紹介したいと思います。はい、この辺りはうちの事務所の裏あたりなんですけどね、うちの裏のあたりはですねモデル地区になってまして、防犯カメラがついてるんですね。その中歩いて帰る形になります。もう間もなく着きます。あっという間ですね。歩きでしたらここですね、ここの並木通り沿い入っていただくと、もう1分もしないうちにアパートに着きますが、車なのでこっちもあります。ここの止まれを、右でございますね。はい、曲がります。はい、駅に近いながらもですね、比較的静かな住環境というのが売りです。はい、ここの黄土色のマンションを入った突き当たりですね、あそこが小道となっております。こちらですね、近いです。それでは U ターンしてですね、ちょっとお店の方を簡単にご紹介します。よいしょ。はい、駅を大学に降りたあたりは本当便利なんですよね。24時間スーパーのグルメシティだとかですね、あと病院関係ですね、それ以外にもですね、何でしょう、私が属している商店街の八百屋さんとかですね、そういったお店関係も非常に充実しております。はい、この右手側、これ耳鼻科ですね、東海大学病院出身の先生で、テレビに2回だか3回登場した病院でございます。はい、歩きでしたら先ほどの並木通り沿いを抜けていけばいいんですけれども、やっぱりおすすめなのは24時間スーパーのグルメシティですね。ここはなんといっても夜8時を過ぎるとお弁当とかパンが、半額で買えるということですね。スーパーまではこの泊まりを右に行くんですけども、この左を行った1本目を左に入るともうアパートなんですね。めちゃくちゃ近いです。はい、ここですね、ここは24時間スーパーのグルメシティですね。はい、ここですね、24時間っていうのは結構大きいですよね。はい、じゃあちょっとこれ駅前通りに出ます。はい、ここですね、ここは24時間スーパーのグルメシティで、信号を向こう側に行くとですねスーパーのビッグというのがあります。まあ、あとはやっぱり病院関係が充実しているのはもう本当におすすめですよね。この辺りで駅から歩いて3分ぐらいの場所ですね。アパートまでは近いです。ちょっとこの先をですね、今信号が止まってるんですけども、流していきたいなと思ってます。あとこのグルメシティには郵便局のキャッシュディスペンサーなんかもあるんですね。はい、では渡ります。今私いると秦野市ですね。でこの信号を渡ると、こちらが平塚市になりますね。平塚市に渡った、これ駅から歩いて多分5分ぐらいの場所なんですけれども、お話したですね、こちらがスーパービッグでございます。アイスのガリガリ君が33円とかですね、某飲料メーカーの有名なお茶がですね2リットルで確か63円なんかそのぐらいでした。これ今駅前通りの延長線沿いに来てるんですけれども、出たところにはいろいろなものですね。まずこちらドラッグストアですね。
歩きでも十分来れる距離です、そしてファッションセンターの島村ですね。ファッションセンターの島村ですね。はい、その先にはですね、まとめ買いするとお安いですね、業務用スーパー。はい、そしてこの並びにはホームセンターのコメリがあります。これがですね、今回ご紹介するハイツ小道からだとどうだろう、歩いてそれぞれもう全部10分もかからないですね。でまた駅周辺の病院とかスーパー関係でしたらほとんどが徒歩5分圏内で、手に入れることができますので、2万円台でインターネット使い放題というそのコストパフォーマンスの高さプラスですね、住み心地、これも同時に手に入れることができるというおすすめのアパートでございます。ハイツ小道ですね、いよいよ募集を開始しました。お気軽にお問い合わせください。